コンビニでいい本見つけてきました。いい加減のすすめ。ちょっとこれ読んでたら遅れましたっていうのは冗談なんですけれども、すいません遅れました。仏教の考え方を書いてある本なんですよこれ。いやすごいいいなと思ってて、その仏教の考え方の何の話を始めるんだっていうところなんでしょうけども、仏教の考え方の中に諦めるっていう考え方あるんですよ。知ってますみんな。諦める。ですね、外に雨が降り出すじゃないですか。まあ、そんな時にうわ雨降らんとけばいいのになって思ってもやっぱどうにもならないじゃないですか。でその仏教の考え方の中にどうにもならないこととどうにでもなること、それを明らかにする、それを諦めるっていうんですよ仏教の中に。そしてですね、まあ、僕の遅刻も、まあ、どうにもならないことというふうに皆さんが理解していただけて、それを諦める、まあ、明るくするっていう意味もあるんですけれども、明るくするっていうふうに捉えてもらえたらありがたいなっていう話でしたら、なんとかみんな笑ってくれるかなと思いながら走らせてきました。でですね、まあ、いろんな短所が皆さんあると思うんですけれども、長所じゃなくて長所があると思うんですけれども、まあ、その短所を切っていくじゃないですか。角を落としていくじゃないですか。どんどん四角い角を落としていったら、やっぱどん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 小さくなっていくと思うんですよ、人間的にも。でもそれと同じような現象が街でも起こってるんじゃないかなと思ってるわけです。ちょっとここから真剣トークになっていくんですけれども、やっぱりその街が街で魅力的だった街なんですけれども、短所なのか長所なのかわからないですけれども、角を落としていった行為をやっていくことによってやっぱ街って小さくなっていったんじゃないかなと思うんですよね。僕が高校に来た時、熊本の高校に来た時って、俺の話からするんですけど、古着俺大好きだったんですよ。で古着めっちゃ好きで、そのヴィンテージもの、いわゆるまあ古いものとかがめっちゃ置いてあったんですけれども、でももうそれってまあ置いてあるんですけど誰も買わないんですよ。でそれを見てわすげえなってなってたんですけど、でもやっぱ誰も買わないから、やっぱまあそういうのがそがれていっちゃって、今本当に古着屋らしい古着屋っていうのなくなっちゃってるなとは思ってるんですよね。それ本当に街の魅力だったんじゃないかなって。でも郊外店ともそういう風に一緒になっちゃって、角を落としていった行為がやっぱそういう風になってったなと。でその中でどういう風に街に角をエッジを持たせてやるかなっていった時に、もうやっぱり市だったり県だったり国だったりがお金を持ってない中で、そして若者が何かできることって言ったら何か仕掛けるだとか、こういった要素を街に組み込むことかなって僕は思ってます。でその中で本当に上野さんと話していく中で、こういったことを思いついてですね、それを荒木くんが形にしていったと。でそれをこれをみんなでやれたら楽しいよねっていうことでこの会が誕生しました。ぜひ皆様と一緒にやれれば、そして僕の短所を多めに見てくれればと思います。すいません、笑ってない人もいますけれども、よろしくお願いします。